前回の動画で俺はなる、りっちゃんと結婚して、そしてドミちゃんとも結婚した俺は晴れコンドリームを満喫しているわけだ。4人家族を築いた俺は百獣の王として食物連鎖の頂点、そう、家庭の頂点に君臨しているはずだった。はい、いちかちゃん、お母さんですよ。ちょっとお母さんは私でしょ。いいじゃない、嫁3人いるんだからみんなお母さんでいいじゃない。ねえ、私にも抱っこさせてよ。見ての通り、あれからなんと俺とナルトの間に赤ちゃんができて、よちけは育児真っ最中なのである。昼飯まだ？赤すいたんだけど。りっちゃん、りっちゃん、電波、電波じゃないよ。よくできました。ちょっとなる。まあまあまあ、いた。かわいいなって。おい、聞いてんのか？もう、俺の飯誰か作ってくれよ。誰か俺の飯を作ってくれよ。よっち、ちょっとこの状況見てわかんないの？赤ちゃんの相手してるでしょうが。ちょっとよっち、お昼ご飯ぐらい自分で作ろうよ。見損ないました、よっちさん。なんで？揃いも揃って、もういい、自分で作るもん。そう、俺は子供が生まれるまでは間違いなくこの家、いや、この王国の王様だった。子供が生まれて女子たちは子供に夢中になって俺に構ってくれなくなったのだ。クソ。うぅ、出た出た出た、バーバーな。飯作るのめんどくせえな。なんか食いに行こうかな。ラーメン食いて。ちょっとラーメン調べるか。あら、近所にラーメン屋できてんじゃん。うわ、評価高え。うわ、よっしゃ、じゃあみんなでラーメンでも食いに行くかな。あ、そうしよう。おいみんな、今日ラーメン食いに行こうぜ。近所にさ、美味しいラーメン屋ができたんだよ。はあ、そのラーメン屋さん知ってるけど、立ち食いラーメン屋でしょ。いちかちゃんはどうすんのよ。ちょっとよっち、お昼ご飯ぐらい自分で作ろうよ。見損ないました、よっちさん。チェッ。なんでなんで。もういい、それも揃って俺一人で行くからね。あれ、なんかさっきもこんなくだりなかったか。もういい、一人で食べに行く。俺ほんと一人で行くからね。みんなは適当にやってて。はぁ、あ、今嫁3人でいちかちゃんの面倒見てるんでしょうが。何のんきに一人ラーメン屋さん行こうとしてんのよ。ちょっとよっち、それはないよ。見損ないました、よっちさん。ベーベ、何なんだよ。俺が何をしちゃってんだよ。俺に冷たすぎるよ。もういい、知らない。燃え、わしはこんな家出てったる。あいつらわしがいなくなったらどれだけ苦労するか思い知れや。よっち、なんでドミちゃんか。もう食べて遅いぜ、俺はもう出てくからな。いっちゃー、てめえ何すんじゃこれ。もう本当に出てってやるからな。なる、いつかお前まで。見損ないました、よっちさん。ブーで、ピン。お前ら、なんだお前ら、そんな女に育てた覚えはないぞ。
あんた、今自分の嫁に手出そうとした？あんたらが悪いんや。ここは俺の王国だぞ。よっちゃん、あんた一回外出て頭冷やしておいで。なんでだよ。早く出てって。くそは。でっかいよ。こうなっちまったんだ。嫁三人に子供を生まれて幸せな家庭を築くはずだったのに。そう。よっち、ちょっといい？なんだ、ドミちゃんか。また俺にビンタでもしに来たのか。ねえ、よっち、最近どうしたの？なんかピリピリしてる。変な関西弁にもなってるし。理想と現実が違いすぎてイライラしちゃったかな。ごめん。ねえ、俺間違ってるかな？何が？いや、俺は好きな女性と好きなだけ結婚して子供を産んで幸せな家庭を作りたいだけなんだけど、なんか俺の思ってるのと違くて、ただ俺はこの家の王様になりたいだけなんだよね。え、なんで？あ、お、え、なんで？あ、ちょっと、え、なんで？あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ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 、え、なんで叩くの？よっち、王様なんてなれないよ。え？この家族で一番大事にしないといけないものは何？俺？なんでわからないのよ。なんだよ、わかんないよ。はっきり言ってくれよ。生まれてきた子がいるでしょうがって言ってんの。一花をみんなで守らなければいけないでしょうが。それなのにヨッチは一花が生まれてくる前の生活をまだしようとしてる。よっち、あんたが変わらないといけないんだよ。あんたパパでしょ。あ、そうか。俺は男として生きてきたんだ。でも今は違う。今はパパだ。パパとしての行動。ドミちゃん、ありがとう。俺変わるよ。よっち、よし、なんかみんなの顔見たくなってきちゃった。みんなのとこ戻ろうぜ。うん。俺はそれから自分のことは自分でやり、王様になるという夢も諦めた。というか間違ってた。今は俺たちの大切な娘のために頑張る。俺はこの5人家族で幸せを作るぞ。おい、ケツケツだって、ケツなんだって。ケツ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 。今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人は